今日も全力ぶっちぎりリオでございます。本日はですね、何いた、何なの、カメかマキピロ君でございます。ということで3月25日木曜日モンストニュースがありました。ありました。この時にですね、うん、と思ったことがあるんですよ。ありますね。ちょっとね、期待できることが起こりそうだなと思っておりますので、それを皆さんにお伝えしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、ということで、はい、まずですね、情報修正の情報が出ました。いっぱい出たね。はい、うん、でこれについてはまた別動画の方で、はい、これがですね、結構やばい情報あるので、そちらの方もね、楽しみにしててください。はい、ということで、うん、まあ他にもいろいろ発表ありました、情報修正以外にも、うんうん、なんですけど、肝心なことに対しての発表がなかったんです。そうなんだよね。あれって思いました、うん、はい、何かと言いますと、はい、シーメイト情報。何もなかったね。何にもなかった、一切ね。俺情報修正出た瞬間に血の毛サーって引いたもん。時期的にはね、もうあれ発表はみたいな。そうです。っていうのもですね、新キャラの追加などの情報が、ね、出てないといけないんですよ、うん、っていうのも、うん、仮面ライダーコラボの期間3月14日の12時から4月の2日11時59分まで、はい、はい、で次回のモンストニュースの方が4月の1日、うん、1日前だよね。そうなんです。時期ないんです。ね、日にちないんですよ、うん、だからね、本来ですと、はい、大体発表されるんです、こういう時って、うんうん、っていうことで去年をね、振り返ってみましょう。はい、先ほども言いました、仮面ライダーのコラボ期間、うん、4月の2日の11時59分までということでしたが、はい、なんと去年のフェアリーテールのコラボ、これ3月16日12日から4月の2日の11時59分までということで、うん、なんと開催時期まっ全く一緒。一緒だよね、はい、うん、終わりがね、はい、終わりが一緒だ、ね、一緒、うん、着地点一緒、着地ね、はい、3月26日のモンストニュースで発表されています。うん、ストライクパートナーズのガチャ、これ去年ですね、はい、4月の3日から4月の15日の開催ですよということで、ここでゼフォン、レビー、スルガドが実装されてます、はい、これが、そうなんですね、26日にね、うん、モンストニュースで発表あったんですよ。あったよね。25日だったでしょ。もう発表ね、ないとおかしい、ね、そうなんです、うん、大体発表されるはずなんです、うん、今回なかった。うん、なんで、なんでわかんない、はい、次。あとですね、4月いろいろありました、うん、4月1日、エイプリルフールですね、はい、はあ、モンストの公式チャンネルのある動画が、ね、公開されました。おう、もしもカムイが JK だったら、ありましたね、はあ、ってめちゃめちゃおもろかった。びっくりしたよね、めちゃめちゃおもろかった。めちゃめちゃおもろかったよね。どうしたってなったよね。はい、で、これがあって、うん、4月の16日のモンストニュースで新イベントモンストイフストーリーが発表されました、はい、ということでこちらのラインナップの方がカムイアルファ、ハーレーアルファ、ケロアアルファということでございました。はい、もうここから1年なんだ。早いね。早っ。怖っ。時が経つの早っ。ということでこれが翌日17日から実装された。うん、うん、早かったこれはね、うん、発表されてからトントンって、うんうん、実装されたっていう形で、うん、その他にも、うん、4月2日のモンストニュースで春のマシモン祭りが発表。春玉だね。そうなんですよ、うん、あった。超春玉で対象ガチャが10連無料で引けると、うん、まあ選べたんだよね、確かね。そうそうそう、うん、いくつかガチャあって、そうで、お好きなのを10連無料で引けますよっていうやつでした、うん、はい、これがですね、4月3日12時から4月15日の11時59分までという、うん、うん、まあ、神ガチャだったよね、うんうん、盛り上がったね、これね、盛り上がった。今年もやってほしい、うん、はい、ということで、まあね、4月の1日のモンストニュースでどんなことが発表あるかは分かりませんが、はい、うん、まあちょっといろいろありそうだなと、うん、4月もなんか盛り上がりそうなイメージがあるなという形でございます。まあ去年なんかね、うん、春のマシモン祭りということでやってくださってますし、うんうん、あとちなみに次回のモンストニュースが4月1日、そう、エイプリルフールなんだよね。そう、なんかありそうじゃない、あの悪い嘘をやめてほしい。あ、それはね。それはそうなんだけど、なんかむちゃくちゃね、いい神ガチャですみたいなね、うっそぴょーんみたいなやめてほしいよね。嘘ぴょーんって。やめてほしい、ぴょーんって。何、いや、うると思って。いやいやいや、懐かしいって言うてる間すごい昭和を感じたわ。
ということで今年は、先ほども言いましたが、はい、3月25日のモンストニュースの新イベントの発表はなかった、うん、次のモンストニュースが4月1日、うん、エイプリルフールということで、はい、まあ、何かね大きな発表があるんじゃないかっていう考えをしております、はい、まあ、楽しみに待ちましょう、うん、ということでね、まあ去年みたいな春玉が実装されるかもしれないし、うん、ひょっとしたらもっとさらに上のものもあるかもしれないし、カムイが JK だったらみたいなやつを超えてくるやつがまた出されるかもしれない。もしかしたらまたコラボ来ちゃうかもしれないしね。分かんないよ、それはそれで怖いけど何があるかわからないので、この4月1日のモンストニュースはとにかく期待しましょう、はい、ということで今回はここにて終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい夢見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。実際カムイみたいな JK おったら怖いよな。こっちかよ。あれすごない？最初から最後までコーって終わりやった。声優さんも大変やな。今日頑張ったなって言っとる仲間やから。お疲れ様でございました。